チャンネル。いや。じゃあイタリアやろ。もう一番イタリアじゃん。そこ一番イタリアじゃん。初期の中田さん。初期の中田、懐かしい。シンガポール行きたての。そう、公演みたいな。じゃあいきなり三次元無双結果発表。いや、乗り気じゃないな、みんな。なんでなんで俺だけワクワクしてんの。いや、ディシャがさ。いや、ないって。いや、ここみんな5人バンクーバーしょ。さあ、12じゃん。まあ、いきなり三次元無双ということで、もういきなりちょっと僕らがね、開催をして、48時間の中で皆さん一作品静止画を作っていただくということで作っていただきました。まあ、多少ちょっとね、賞金とか小規模だったこともあってね、まあ、応募総数そこまででしたけど、ただ面白い作品めちゃくちゃ揃ってたんじゃないかと思います。まあ、ガワちゃん、ちょっとどうでしたか、大会見てみて。まあ、そうですね。はい、いきなりでしたけども、やっぱり。まあ、全然予想したよりは作品集まったなっていう印象でしたけども、あんまパソコンの前にいんの、ちょっと顔が認識されへんのよ。なんでずっとおぼろげな、もう消えそうや、顔が認識されへん、暗すぎるやろ。 iPhone のさ、ライト下からこうやって、あ、いいかもね、ずっとこうタイトル、これやってみようか。あ、いい、認識されてる、されてる。ガワちゃんも、まあ、ちょっと楽しみな作品いっぱいあったと。はい、じゃあ小泉さんどうでした？いや、なんか48時間企画、こういう突発的な企画面白いなっていう。だから 何きっかけで始まったのか忘れたけど、意外と作品も集まったし、追いやすくて面白かったし。もうガワちゃんがいきなし言い出したんだっけ？そうやったっけ？マジでいきなり決まった。そっからいきなりやったよ。そう、全部がいきなりやった。まあ、でもその三次元無双の本大会を盛り上げるための実際イベントをやろうみたいな感じだったな。ああ、そうですね、確かに確かに。斉藤さんどうですか？いやね、なんか終わって見てみたら、なんか モデルの作品ばっかで、もうモデラーとしてはほぼモデル系で見応えが。確かにイラストとモデルだけでしょ、ね。じゃあ、浩介君からもらっていいですか？48時間しかないのに、でしかもね、本ちゃんの作品も作んなきゃいけないのに、その中で参加するっていうバイタリティがすごいなっていうふうに思ったんで、まあ、田島ジュニアは多分喜んでるだろうなっていうふうに思いますね。俺、感想を聞くのは忘れてた。そう、田島ジュニアがこれを見てるかどうかを聞きたかった。そう、田島ジュニアの思いをちゃんと具現化できてるのかっていうね。じゃあ翔太君どうでした？全部言われました。なんかあったな、この展開三次元無双で終わったな。全部言われました。いつも端からやったから、翔太君最後やったから。もうないですか？もうないです。じゃあ早速ね、ちょっとじゃあ採点基準からちょっと発表していきましょうか。まず、僕らが思ったトップ3をそれぞれ発表していって、それぞれね、1位には5点で、2位には3点、3位の作品には1点を追加して、でそれぞれの作品の、まあ、合計点で1位を決めるということで、それぞれね、皆さんが思う1、2、3位を発表していただきます。じゃあ誰から行きたいとかありますか？翔太くんから行こうよ。あ、そうか、逆から、うん、じゃあ翔太くんのちょっと3位何ですか？見せてくれて。作品名は、あのタイトルは魚、日々、玉ねぎ。あ、これか。これあった。これか。これもすごかったな。これが3位です。インパクトすごかったよ、これ。確かに、はい、これみんな思ったもんね。魚、ヘビ、玉ねぎってみんな、あ、これ みんな見つけた。え、これいい3位。でもあのヘビが連想されてこれができたわけだから。え、そう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 。じゃあ、翔太くんからこの作品に1点と、おのおのの3位ちょっと見せてくださいっていうやつにしましょうか。じゃあちょっと、じゃあ俺、じゃあ3位は浩介くんの3位どうぞ。いや、これ題名がないのよな。でもタコさんの耳が大きな丸い動物が飛び跳ねてるみたいなやつ。あ、これか。あー、アニメっぽい。なんかウーパールーパーみたいな、なんか。あー、そうそうそう、これね。いや、これ確かにキャラとしての感性が高かったら、ね、すごいなと思って。田島ジュニアのこの原画から出てるマガマガしさとはちょっと違うかもしれないなっていうのはあるけどな。いや、だから、いや、どう見えたか書いてあるのいいね。いや、そう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 、だこの人の心がどんだけ綺麗なんてのも分かるよ、ね。うん、そうそうそう、それにちょっと突き動かされたね。まあ、じゃあこの絵が、まあ、浩介くんの3位ということで、斉藤さんの3位ちょっと聞かせてもらっていいですか？あ、これ、いや、跳ねる巨大金魚さん。あ、それ俺の3位。あれ、
いや、これ俺のサインよ。それ俺のサインですね、多分。いや、怖い譲れない。ちょっと跳ねる巨大金魚。じゃあまあまあ、俺も。一人一個制なんだ、それ。そう、俺もじゃあ、そう、同じでした。巨大、跳ねる巨大金魚さん、ちょっと3位につけさせていただきました。いや、これだしおもろかったですね。これなんかディテールよか、なんか色ちゃんと取ってる感が。ちゃんとこの横のね、なんか丸も、この青いとこがヒレになってるんだな、最高高い。すげえな。いや、これはもう、ちょっと僕の3位で。でも一番完成度高いっていうか、完成度が再現度高そうやね。元々のやつに近いというか。ゴミの形もちゃんと取ってる感が。確かに。確かに。俺の好きなポイントは、この、なんか図工の時間で褒められてきた、あの、この構図、この躍動感とキャラクターのこの勢いが、図工の先生に褒められるそれみたいな。なんかこの限られた時間の中で作ったスカルプト感がいいよね。いや、いいっすね。じゃあこの先には、じゃあ僕と斉藤さんから1点ずつ贈呈されますと。じゃあ、小路さんの3位お願いします。俺の3位？俺の3位はね、静かなお友達ですね。うわー、それいや迷ったこれいいこれ、ね、それ迷ったわ。これ3位か。これ俺の中では3位かな。なんかその一枚絵でこう成り立ってて、このメインのキャラだけじゃない感もいいし、この画用紙から出てきてるみたいな、自分が描いた絵が出てきてるみたいな感じなのかな。かつなんかその元のお題のちょっと怖い感じみたいなの残ってて、目がなんやヤギみたいななってる感じとかもね、いいなっていう。このちょっと下がべちょっとしてる感じね。いや、これ確かに再現度も高かったな。アウトラインちゃうなと思ってたけど、反転してるだけやんな、多分。ああ、そうそうそう。それはそうやね。反転してるやつ結構あったんじゃないかな。多分あれじゃない、そう、ポージングもちょっと変えてるんじゃない、だから。そう、俺なんか手の角度だけポージングしてんのかなと思ったけど。どれが手？え、今、どれが手みたいにして立ってるとこ。あ、これな、これは、でも確かに何かはよくわからんけど、なんかヒレみたいな感じやん。うん。確かにこれ良かった。これはじゃあ、名人さんから1点。俺の 3位です。じゃあガワちゃんお願いします。僕の3位はちょっと題名がないけど、あのタコさんっていう人から投稿されたなんかあのキャラクターの可愛い感じの。あ、それです。コウスケと一緒聞いてた最初聞いてたずっとその話しとったよさっき。初めて出たみたいな言い方する。ガワッチャのじゃあ3位もこのタコさんのやつだったと。はい、一緒だったということで。はい、どう感想は。やっぱその一つの完成物としてキャラクターとして完成度がすごいし、お題に対しても忠実で、いや、なかなかこの短時間でここまで仕上げてくるのがすごいなっていうのを感じました。確かにね、モデルのクオリティ的にも普通に高い。はい、じゃあまあ皆さんの3位が出揃いましたと。じゃあ続いて2位の部門に移っていきます。じゃあちょっと僕さっき被っちゃったんで2位僕からちょっと発表させていただきます。僕の2位は、こう多分アットさんかな、形と色味からホラー映画のワンシーンっぽく連想してみました。僕もあ、ガーちゃんも、うん、あ、いい2位だね。そう、そういう感じになったね。かぶってたらもう言っちゃっていい。これ実は田島さんからも、まあ、お墨付きいただいた作品です。唯一そのアセットじゃなくて、うん、ショットとして仕上げてくるっていう。あ、いや、そうね、そうそこが良かったね。なんかこう単品じゃない物語ありきのでも形とかこの靴の角度とかよう見たらちゃんとこのお題通りになってるっていう、うん、いや、そう発想力、これはだいぶ点数だなかったですけど、はい、ガワちゃんとね、僕から3点がプラスされます。これコメント欄にちょっとしたなんかブレイクダウン的なのですけど、それもいい。ライティングアンリアルってわけが。アンリアルですね。おお、靴とかスキャンなんだ。わ、面白い。ね、靴スキャンしてるのがポイント高いよな。ああ、でも結構いろんな技使って本当に仕上げてさ、時間効率を。あ、そうか、48時間もね、もう一回言うけど。そう、もう48時間以内に仕上げるっていうね、やっぱり制限がある中で、だいぶ工夫を凝らしたいい作品ですね。はい、ということで、じゃあ、まあ、翔太くん行こうか、順繰り。翔太くんの2位お願いします。優しいエリア。それ僕もです。これ2位か。ああ、なるほどね。これはもう、お題通りの。俺もこんな感じに見えるな、この作品見たときに。この納得感はやばかったね、確かに。そう、よかったよね、雰囲気もあって。あ、じゃあ他は、まあ、違うものを選んでるということで、浩介くんの2位お願いします。いやね、いや俺でも意外とこれかな。
ゾウガメのモンスター。あー、おしゃれだったよねこれ。いたね。綺麗に仕上げてきたなっていうか、なんかアクセサリーとかつけたりとかさ、色使いもすごい綺麗やし、完成度高いなっていうか思った。普通にうまいし、この田島ジュニアのこのカラーリングをこのゾウガメのこの民族模様に仕立て上げるとか、おしゃれ。そうそうそう、そういうこと。そうそうそう、おしゃれに仕上げてきていただいたので、これがコンセプトで上がってきたら嬉しいなっていう感想かな。これ確かにクオリティだから。でもシルエット反転してるのかな。確かにシルエットはだいぶちょっと違う感じが、着想を得て描いたって感じかな、うん。いやでもすごいわ。じゃあ、まあ、コウスケ君から、2得点の3点がプラスされると。斉藤さんお願いします。斉藤さんの2位を。これは2位がさっきの孤児だっけな、静かなお友達。あー、あー、はいはいはい。あ、これが斉藤さんの2位やった。それが2位かな。いや、これめっちゃ好きなんだよな。なんかよく見たら、見るだけなんかいろいろこう、うん、細かく書かれてて、普通にこれをモデルで作りたいな。これ全部あれなのか、絵なのかな。ちょっとモデルと絵組み合わせてるんですかね、背景とか。なんか背景、ね、もしかしたら 3D っぽいのかな。このなんか食器のカップとかなんかちょっと 3D っぽく見えるけど、これ違うのか。時短テクみたいなの使ってんのかな。いや、めっちゃ上手これ。腕周りの質感今見たら結構すごいですね。中のヌメッとしてるなんか絵の具感の質感うまいっすよね。うん、はい、ということで斉藤さんの3点が加わります。じゃあ、2作品が出揃いまして、とうとう1位の発表いきましょうか。じゃあ翔太くんからいきます。翔太くんの1位と謎の生命体の挨拶っていう謎の生命体。 あ、これか。あ、言ったかね。僕もこれです。あ、そうなんだ。これ見た瞬間モンスターファーム思い出した。あ、っぽいっすね。あ、いるんだ。あ、なんか結構もう普通にシンプルに好きな、絵うまいし。もしろだから上がってきた時からなんかいいなって言ってたよね。はい、もうこれはダントツですね。ダントツなんだ。ダントツ。あ、でも私お題のね、模写率は結構高いです今こう。しかも早かったよね、めっちゃこれ。あ、そうなんだ。ちょ、ガワッちゃんの意見聞きたいなこれ。僕もこう見えたんですよ、お題が。書いたけど僕はナス。あ、ナスナス、そうナス。いやいや、そう見えてないよ。一緒やん。ごちゃそう見えてないよ。全然違うの。一緒でしょ。実は逃げ出しに見えてた。やっぱそのやっぱシンパシーみたいなものを感じて1位です。ガワちゃんの金銭に触れたいい作品やったと。うん、じゃあ、翔太くん、ガワちゃんから5点が入るということで。おでかいね。でかいな。だいぶでかい。コウスケくん1位、何しましたか。これってもうあれやね、他の2位3位とかで他の人が言ったやつでもいいねんな。あ、それ全然いいよ。全然、うん、1位はじゃあ俺はホラー映画のワンシーン。あー、いやー、1位確かに。あ、おじさんが手を挙げました。俺もそれやったんよな。うわー、いやこれ結構高いぞ得点。この捉え方とこの落とし込み方がやっぱり全体見ててもこの人のこの作り方だけ特殊というか変わってるし、もうそれだけで結構アイデア的におもろいなっていう。やっぱ一枚絵でストーリーを掻き立てさせられるのがすごいなっていう。あとはまあ48時間やからあんまり言われへんけど、なんかテクニカルなとこでちょっとだけ気になったのが、その地面の割れ方、もうちょっと多分翔太とかだと分かると思うんやけど、地面に穴開ける時とかってさ、せんべい割る時みたいな感じで、なんかこう割れ方がちょっと細かすぎる気がして。あ、そういうこと。ガラスっぽい感じ。もうちょっとでかい割れ方すると思う。でもうちょっとなんかこうクモの巣状の割れ方をするような気がして、でもそれはもうなんかダメなところじゃなくて、こういう風にするといいんじゃないかなっていうアドバイスがしたくなるぐらい良かったっていうか。なんかこれの今さ映ってる、あの右上の方にさ白線のクラックあるじゃん。あれはいいよ、あの感じよね多分。あ、これ白線のクラック確かにっぽい。あ、あるね。あ、本当だ本当だ。こういう感じじゃない多分。あ、でもテクニカルなとこまで言いたくなるほどのクオリティやったってことね。そうだけど、まあ、そうそうそう、48時間だから。いや、すごいよ48時間。あんまりやぼなことは言えないよね。いやでも完成度高い。このキープアウトのさ、このラインもさ、キープの P のちょっと見えないところで止めてるのもいいよなと思った。全部キープアウトってなんか入れずにちょっとだけみたいなとこもいいなと。説明臭くない感じがね。そう
そう。確かにあのこれ48時間ってあの一応2日間設けたってだけで、これ実動が48時間じゃないからね。みんな8時間とかで2日で16時間、もしくはそれ以下の人もいる中でのクオリティだから、うん、いや素晴らしいです、まあ、もしかしたら寝ずにやってくれたかもしれないけど、じゃあ48時間ですね。これは似てる。これはじゃあ48時間です。じゃあ斉藤さん1位いきましょうか。いや俺もこれもうダントツでもう優しいエイリアン。あー、うん、一緒ですねこれは。あーこれあるしかないくらい、なんかもうなんかディテールとなんかキャラクターとして成立してる感がものすごくて、やっぱモデラー見ちゃいますよねこういうの。見ちゃうよね。細かいところに耳毛とか生えてるし、鼻毛とか。いやそうそうそう、キャラとしてのクオリティがね、やっぱ48時間と思えないっていう。あとまあなんかライティングもなんか左からなんかライト当てられて発見された感とか、この結構物語が見えてくる感じがめちゃめちゃ好きかな。多分わざと当てたであろうこの輪郭を強調するライティングが、こうまさにこのお題をねちゃんとこう比較した時にくっきり現れるこのシルエットがやっぱね、なんかこれ見た、これ見た後にあのお題の絵見るとうわすげえこれじゃんみたいな。いやそうそうそう、なんか本当あの身内であれですけど、なんかサトシさんが作りそうなクリーチャー感ありますよね。あーなんかわかる。これで出揃ったということですけど、えこの結果だから1位タイが優しいエイリアンとホラー映画っぽく仕上げました。じゃあ 3位が生命体だけど、いやこれちょっとどうします。待って、だから2つ用意します。田島さん票、あ田島さん票入れたらホラー映画ですよ。えってことじゃない。あこれはじゃあまあそれはもう父親直々の点数ということで、田島さんのまあ5点がプラスされると思う。5点でっか。これ田島さんの1位ですからね。田島さんの1位なんだ。そうじゃあ今日たまたまね会う機会あったから聞いてみたら、2つ用意してあのイタリアの通行人にどっちがいいやってほしかった。誰が決めどっちがええねん。2つ用意しても最終決定権イタリアの一般人だわけないやん。じゃあいいですか、ちょっと皆さん俺は総意ということで、はい、じゃあまあ結果的にはちょっと同率ね、僕らの中では同率1位優しいエイリアンと、まあホラー映画のワンシンポーズ連想してみましたでしたけど、これは田島さんも1位に挙げた、ホラー映画のワンシンポーズ連想してみましたが1位でした。おめでとうございます。いや意外と競ったね。結構ちょっと面白かったな。面白かったね。もうこう路線が違うけど、やっぱどっちも良かったけどね。優しいエイリアンもだいぶ完成度高かったからね。なんかいかにがっつり捉えるか、もしくはなんか持ってなんか自己表現してくる感じ。うん、いやそうですね、両極の戦いでしたね。なんか属性というかカテゴリーで言うとちょっと別のねカテゴリーがすごい伸びた2つでしたけど、いやどっちも面白かったな。これはじゃあ、まあ、勝者のねアカウントネーム AT さんには優勝賞金の Amazon ギフト券1万円分が贈呈されます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ということでしたけども、いや面白かったですね。あと審査する作品数がちょうどいい数でよかった。これが意外とマジでちょうどよかったっすね。うん、いやね200とか300とかだから結構えぐいや。確かにこれだからもしかしたら賞金を50万円ですとか言ったらめちゃくちゃ集まってほしいんですけど、それはそれでっていうことですよね。ちょうど48時間で50万のチャンスはめっちゃ熱いけどな。あんまりでも短期で賞金上げすぎるとかけろっぴが本気出してくる可能性ある。いやかけろっぴ定期的にコウスケの口から名前出るからな。軍資金のために伝説が俺の中で軍資金のために審査員賞1万円速攻で。あそうや、そこだから天岐阜やと天岐阜やと競馬にぶっぱできんから、天岐阜やから、そう天岐阜やから俺らの落ちですね。そこは有望株を出場停止させてしまった俺らに責任がある。ガワちゃんがもうフェードアウトしてもた。いやガワちゃん帰ってきてよ。ガワちゃんが ずっといるんだけど、ここに。あれはあのライト作戦はあかんかった。もうすごい眩しかったよ。我慢するよそれぐらい。はい、というわけで三次元無双本体のおいすっとやね。行きましょうか。何笑うとね。なんでそんな何がそんな面白いの。
よ、落ち着け。3次元無双の一緒一緒パソコンいっぱいにみんなの会話映ってるからちょっと待ってみんな笑ってるのが見えちゃう。まあ作るからよ。行きます。はい、ではここでお知らせです。この後に開催される三次元無双本大会、こちらの勝因なんと増えます。拍手拍手。やらないかい。何かと言いますと、あのノーメン、ノーメンのチュートリアルサイトの、無料期間がもらえます。無料期間がもらえますよ。何確かにな、ちょっとおかしかったな。1年分のライセンスみたいな。そうそう、ライセンス、ライセンス、その部分もう一回ちょっと言って。そう、商品というのはですね、あのノーメン世界で最大規模のチュートリアルサイト、そちらのライセンスが1位1年分、2位半年分、3位3ヶ月分、静止画と動画部門両方に出ることになりました。素晴らしい、はい、これでかいよ、はい、そう、はい、まあ僕もちょっと覗いたんですけど、かなりのチュートリアルが載ってて、これ1年分もらえるっていうのはかなりすごいことだと思います。金額にすると1ヶ月が1ヶ月約日本円で今8000円相当なので、10万円近く。そう、まあでもちょっと、いやもうどっちないとこで切れてる。じゃあ1年は1年間だと月換算より安くなるけど、まあ、とはいえめちゃくちゃお得みたいな。そうですね。翔太くんとりあえず機能触んなって。なんかなったやん今。ゲームしようとしたやろ。いやこれ結構ね、大事なお得な情報よこれ。大事な編集だるいよこれ。だるいって。はい、ということで、もうあのね、もうめちゃめちゃ有名なチュートリアルサイトノーメンから、まあ、スポンサードしてくれるっていうことで、すごい商品も豪華にしていただいたので、今、まあ、ラストスパート、もう残り1ヶ月切りましたけども、今、3次元無双で頑張ってる人は、ぜひね、あの完成に向けて、さらにね、こう頑張っていただければと思います。これどうですか、いきなり3次元無双は次回、もしかしたら、今後あるんですか。まあ、あるとは言えへんけど、ないとも言わないよ。じゃあもしかしたらゲリラ的にいきなりやってくるかもしれません。言わないとよって言ったもんな今。ということで、まあまあちょっとゲリラ的にね、もしかしたら始まるかもしれませんけど、それもねちょっと楽しみにしていただければなと思います。じゃあまあ今日はね、とりあえず、1位のアトさん、おめでとうございました。ありがとうございます。次はね、あの三次元無双コンテストの本発表のね収録になるかもしれないですけど、その時にまたお会いしましょう。じゃあバイバイ。長いな。